まあ、前作がですね、まあ、ちょっと違うところがですね、誉れが大学生だったんですよね、前作はね。そうですね。でも今作に関しては全員が学生なんですよ。全員、まあ、先生はちょっと置いときますけど、はい、全員が学生の中で、まあ、限りなく一番青春をしている物語を、星公園というものではやりたいと思っていましてですね。そしてさっき見ていただいた中でベテルギウスとリゲルというチームに2つ分かれていたじゃないですか。赤と白で分かれていましたね。そちらをですね、その中身の内容をやっていたアルテミスとかオリオンとか、まあ、例えばちょっとスズカっていう女性にもなりましたけども、うん、そういうその劇中劇というものがあるんですよ。その中身、演出、セリフ、アクション、ダンスなどを全てこのキャストの中で考えたものを、雪公園ではやり、前作で行った、まあ、僕たちね、四季の春、夏、秋、冬がありますので、そちらのダンスでもう盛りだくさんでございますので、その中でですね、まあ、多分異常に気合が入っている中の何とかはいると思うんですよ。なので星公園を見た後に雪公園を来るとなお面白いというか、星公園はあくまでちゃんと予習して雪公園でちゃんと本番を見れると思いますので、そのギャップをぜひ皆様に楽しんでいただければなと思います。秋ルートをゲームでプレイした方はもうおなじみの5人だと思うんですけども、春木直志の、クラスにはクラスメートがたくさんいまして、その中でも本当にこの5人はすごくわちゃわちゃしてるんですけれども、半分以上僕の年上っていうまさかの時代が実年齢がいいじゃん、そういうのはいいじゃん。なんですけど、ゲームと同じくその同じ目線に立ってというか、なんかそれがこうプラスに働いて、なんかお芝居も楽しく作らせていただいたなと思っておりますけども、5人の皆さんはどう思ってますか？急にどう思ってるんですか？急に思ってた、聞きたいな。代表して、では代表して合わせて星公園と雪公園を合わせて見ていただくと楽しさ、青春が倍増するということですね。あと今着てるこの衣装、星公園の方では最後のスターディーデイズのみなんですけど、雪公園の方ではちょっと長めに見れるかな。